キング。こんにちは。今日は旬のイサキの塩焼きですが、先生、いつもの塩焼きとはちょっと違うんですよね。はい、今日はオーブンで皮をパリパリに焼いて、オリーブオイルとお醤油でいただきます。はい。はい、ではまずはその旬のイサキから。イサキですね。美味しそうですね。はい、このようにね、新聞を引いていただくと、鱗がね、取りやすい、あとの処理がね、楽ですよね。はい。はい、で、このイサキですけども、尾の方から頭にかけて包丁を、はい、このように結構いっぱい、ね、そうですね、鱗が飛び散りますよね、はい、こうやってね、新聞紙引いてても結構すごいですね。そうですね、はい、まあ、でもこれだけ鱗がついてる方が新鮮、新鮮っていうことですよね。はい、この梅雨から初夏にかけて、はい、このイサキは脂が乗ってとても美味しいお魚です。うーん、で、ね、この焼き魚のこれ基本の、はい、今日はあの作り方、おろし方、はい、はい、で、鱗、今日あの後ろも裏もね、はい、あの取っちゃってありますけども、はい、裏もこう綺麗にこの腹のところとか、はい、あ、こういう際のところちょっと忘れがちですけどね。忘れがちなのでね、ちょっとこう綺麗に引いてください。はい、しっかりと鱗は引いておきます。はい、はい、そうしましたら、はい、こちらで、まずね、はい、エラを取るんですけども、はい、はい、こちらから、ちょっと手を入れて、このこれエラですね、はい、あ、この赤い部分がエラですね。で、これをちょっとこういうふうにして、はい、包丁を入れて、はい、で、ちょっと左手の人差し指でこう押すような感じでこう、はい、ギュッとこう出してこう、はい、指を使って押して、はい、押して押しながら引っ張り出すような、綺麗に取れますよね、はい、このエラの部分を取ります、はい、はい、それからこのお腹の部分を裂くんですけど、はい、内臓を、ね、出すんですけども、はい、頭の方から、こちら、はい、ここの肛門のとこまでね、はい、ずっとこう包丁を入れてください。で、こちらを内臓を出します。はい、はい、鱗を引いてエラを取って、そして内臓を取り出す、はい、で、これお魚のね、あの焼き魚の基本ですから、はい、ちょっと覚えていただくといいですね、はい、はい、で、これで内臓を出しましたらこちらで洗います。はい、はい、で、まずね、こちらの、ちょっとこの皮のところを手で、はい、破って、この血がね、骨の上に血があるんですけど、その血を、洗い流します。はい、はい、ここに、ここをしっかり洗っておかないとちょっと臭みが、ね、ちょっと 生臭くなっちゃいますので、こちらをよくこうやって、はい、洗ってください。はい、はいはい、この中骨のところに沿って、そうですね、このね、はい、しっかりと指を入れて、はい、洗います。じゃあこちらで、はい、水分を取ります。はい、ここで拭き取ります。ここの、ね、中もね、そうですね、ここね、ちょっと残ってるものがあったら、はい、この拭く段階でも取り除きます。はい、そうしましたらこちらに切れ目を入れます。はい、この切れ目は何のために、切れ目はあの火の通りを、ね、良くするためと、はい、まあ、こちらに塩を、ね、入れてお味をこう良くするために、はい、こういうふうにね、はい、ここのところこう入れるとお味がこう、ね、つきます。切れ目のところにも塩をするんですね。そう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 、あと火の通りが良くなるために、ね、入れます。それからこちらですね、はい、こちらもちょっとその腹のところにも塩、それから裏にも塩を少ししていただいて、はい、これで下準備が出来上がりです。はい、4尾に対して小さじ1杯の粗塩です、はい、そしてこれを15分置いてください。そうですね、15分置いと、魚のね、臭みが取れますので、はい、こちらを、はい、ね、少しこうね、魚から水分が出ています、はい、出ますので、はい、水分を取っていただきます。はい、この水分が臭みになるわけですもんね。ちょっとそうですね、はい、うん、これで臭みが取れます、はい、そうしましたらこちらに、
今日はトマトと、はい、薄切りにしたトマトです。ただの塩焼きとちょっと違うところでね、玉ねぎとトマトをこう入れます。そしてオーブンで焼きます。はい、あ、中の中に入れるんですね。これはね、ちょっとソースみたいに、ね、なりますので。なるほど、美味しいですよこれ、ね、はい、この中でこう野菜が蒸し焼きの状態になるわけですね。そうです、蒸し焼きになりますのでね、これが、まあ、付け合わせとソースみたいな感じで、はい、できますのでね、はい。じゃあこちらで、230度のオーブンで、20分ぐらい、焼いていただきますが、ご家庭のオーブンの、ね、温度はちょっと違いますので、はい、まあ、ちょっとこんがり皮が焼けるまで焼いてください。オーブンだとこうやってまとめて焼けるのが嬉しいですね。そうですよね、はい。で、はい、上にかけるソースですけども、今日はオリーブオイルと、これが、ね、今日オリーブオイルが入るんですね、醤油と、はい、混ぜてソースを出来上がりです、はい、いつもの塩焼きとまたちょっとなんか、ね、はい、目先が変わる感じになりますね。ちょっと地中海と日本のコラボレーションみたいな感じでいかがでしょうか。はい、さあそして焼き上がりはどうですか。おお、皮がパリッと焼けて香ばしい、ね、いい香りがしています、はい、このように、ね、焼いていただきます、はい、そうしましたらこちらを盛り付けます、はい、はい、あー、はい、本当にこうね、皮はパリッとしているのにこう切れ目入れたところからこうなんかジューシーな、ね、はい、はい、そして、はい、こちらのオリーブオイルと醤油、はい、ちょっと新鮮じゃないですか。新鮮、あ、なんかいつもの塩焼きとはもうこれだけで全然違う印象になりますよ ね、ぜひお試しください。旬のイサキですけども、ね、この時期にぜひお試しください。では材料です。今日はイサキ4尾使いました。粗塩小さじ1杯、4尾に対して小さじ1杯分です。玉ねぎそしてトマトを詰めてオリーブオイル醤油それぞれ大さじ1杯のソースでお召し上がりください。イサキの塩焼きオリーブオイル醤油です。